こんにちは、ロジスティック島です。えー、今日は FTA 原産証明問題、えー、クイズにですね、チャレンジしていただいた第15回の、えー、問題に対する回答と解説になります。よろしくお願いします。このビデオから、えー、見られた方には簡単にご説明申し上げますと、このクイズは、えー、FTA ですね、まあ,あの、関税が減免されるのが企業にとっての大きなメリットになっているわけですけれども、その 減免されるために必要な原産地証明っていうのをしなきゃいけない。その知識、スキルを問う試験となっています。実際、まあ、この知識、知識とスキルがないと、えー、間違った証明になってしまいますので、よく理解していただくと、えー、企業にとってプラスになるかと思います。で前回ですね、第6回の試験、えー、やった時にですね、実際にですね、あの、出した問題の中から1問を出します。 で、実際のテスト問題なので、まあ、本番さながらにやっていただいたらと思うんですが、実際の皆さんのスキルと知識を試す。ただ、試すと言ってもですね、ネットワークで調べていただいたり、本を見ていただいたり、場合によって知ってる方に聞いていただくってことでも構いません。で、今回の15問目、まあ、当時も15問目になってるわけですが、それに対する回答の日になっております。では、えー、問題に移りましょうか。 まず問題を見返してみたいと思うんですが、よろしいですか。問題は日アセアン協定を利用して機械を輸出しますと。機械本体にはマニュアル一冊が同梱されていますと。これは毎回マニュアルは同梱してますと。なおマニュアルのインボイスは別立てにはなっていませんということですね。でこの時、原産性の証明方法の説明として、次のうち適切なものを1個選びなさいということになっています。 選択肢。CTC, VA と、まあ、証明があるわけですが、いずれを使う場合、マニュアルは減産材料か、非減産材料かを確認する必要がないです。つまりマニュアルは、その証明上ですね、減産である必要もないし、非減である必要も、あ、減算である必要はないということですね。で、2番は CTC の場合は確認する必要はないですと。いつもだ VA は確認してくださいと。 3番は VA を使う場合は確認する必要はない。逆にも CTC は、場合は確認しなさいっていう話です。で4番は CTC、VA、いずれを使う場合にもマニュアルは原産材料か非原産材料かを確認する必要があるということで、まあ、CTC で確認しますか、VA で確認しますか、その組み合わせで4つあるわけですね。まあ、あの、初めてこのビデオを見られた方は、まあ、ここで一度ビデオを止めていただいて、どれが正しいかをお考えいただけたらと思いますし、 場合によっては調べられて回答に至っても結構だと思います。はい。よろしいですか、えー、それでは、えー、回答の方に移りたいと思います。正解は2番ということですね。2番ってどんなものでしたっけ、えー、?CTC ルールを使う場合、マニュアルは減産材料か非減産材料かを確認する必要ないということでした。ルールとしてはですね、 えー、日 ASEAN アア協定では一定の条件を満たす解説資料、その他の資料については CTC を使う場合は考慮しないとなっています。そして HS コードの変更が生じているかどうかを確認する必要はございませんという意味ですね。CTC ルールですね。VA は考慮、えー、しなきゃいけないと。減産・減産を区別し計上する必要あり。まあ、応援してですね、減産かどうかを確認しなくても結構だと思います。非減産で扱ってできないかということですね。 なぜこうやってですね、えーと、材料としての扱いが違うかというと、VA はコストがかかってるからですね。コストがかかってるから、要するに VA としての付加価値が、えー、付加価値としてはそれが減産か非減産か分からないものにコストがかかってるわけなので、排除して計算しましょうということなんだわけです。CTC の場合は純粋に機械はどうなのかを見ているわけなので、そこは違いがあるということになります。 ただし、マニュアルがインボイス上別立てになっておらず、慣習的な数量であ、数量価格である場合に限りますということですね。で、これは、えー、協定をですね、まあ、私としては、皆さんには協定を見てもらいたいと言ってるんですが、ASEAN アア協定の、えー、第33条ですね、えー原産地、原産地規則のところに書いてありますので、ぜひご覧ください。で、この正答率は48.1%。約半分の方が正答えー、あってます。 まあ基本的には日朝ア,アの協定見ていただいてもいいですし、基本的にはこのマニュアルマターに関しては、ほぼほぼドコモが同じになってますので、CTC はまあ考えない。VA はコストとして発生してるから考えるというふうに思っていただいたら結構です。はい。ロジスティックのですね、原産帳面にですね、まあこのような問題がたくさん載ったウェブ問題集があります。 でこれらを解いていくことで、皆さんの中に知識、それから、あの、技術的経験を植え付けることができるものがあります。ぜひですね、えー、お試しください。あの、決して高い値段でもございませんので、えー、問題を、まあ、300問ありますかね、300問の問題をトライしていただいたら嬉しいかと思います。えー、YouTube に説明ビデオもありますし、以下のサイトっていうので、あの、サイトにも説明ございます。 ぜひとも見ていただけたらというふうに思いますし、もうすでに15問問題があるわけですから、えー、そちらの YouTube をあさっていただいたら出てくるんですけども、サンプル問題としてどんなシステムでやってんのかってことを見ることもできるものがありますので、ぜひともトライしてみてください。はい。いかがでしたでしょうか。えー、テストの方々は大体半分が正解ということで、皆さんいかがでしたかね。できたら皆さん当てたら嬉しいですね。 それでは第16問次回になりますが、その16問を皆さんとお話しする際に、できましたらチャンネル登録とですね、ベルマーク通知をオンにしていただくと、次の問題が来た時にあ問題が出てますよってことが、あの通知が行きますので、そうしていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。失礼いたします。